今日は宇宙人、遠いところ、宇宙からはるばるありがとうございます。こちらが JAXA で開発してきた歴代のロケットたちになります。こっちの白い方からズズズズンと、こっちが一番新しいロケットになります。これ全部20分の1のサイズなんですけども、この H3 ロケット、来年度の打ち上げを目指しているのがこの最初の H3 ロケットで、一番大きいですよね。これ実は大きすぎて天井の工事が必要になったっていう、ちょっと思わぬ工事もあったんですけども、この一番右の方からこの白く、ボディが白いやつ、これ実は塗料なんですね。ペンキ、白いペンキを塗っていて、ここのオレンジのところから実はペンキを塗らなくなって、これ断熱材そのものの色なんです。なぜかっていうと、このペンキだけでものすごい重量があるんですね。なのでそれを塗らなくなるだけで何百キロっていう、あの体重を減らせるので塗らなくなったんです。でロケットはここの一番下についているのが第1段エンジンで、ここの真ん中あたりにあるのが第2段エンジン、2段式になってます現在で。第1段目のエンジンはものすごく大きな力が出るので、ちょっと角田市では実験を行えなくて、角田宇宙センターではこのエンジン、第1段エンジンの方の心臓の部分、ターボポンプっていうんですけども、その試験を行ってます。第2段エンジンの方は第1段エンジンよりもそれほど大きな力をよ、あの必要としないので、角田宇宙センターで試験を行ってます。で一番先っぽにあるのが白い部分、フェアリングって呼ばれてるんですけども、あれがこうパカッと開くと、まあそこ衛星だったりとか、これコウノトリ、荷物ですね、それを保護してる、あのフェアリングが開いて宇宙空間で放たれて役目を果たす、いろんな役目を果たすっていうものになってます。まあ、ロケットのこう概要はもう本当にざっくりですけど今のような感じで、じゃあ次ちょっとあっちの部屋に行ってみましょう。次にご紹介するのがこちらのロケットエンジンの歩みっていうお部屋になります。ここまず何一番目につきますかね。これですよね、やはりこちら H2 ロケット8号機の第1段エンジンの実物になります。これですね、 H2 ロケットの8号機打ち上げ、種子島宇宙センターから打ち上がったんですけども、ちょっとその数分後に異常が発生しまして、結果的にはこれが海底3000メートルに沈みました。それを3000メートルの海底から引き上げてきて、失敗の原因を究明するために引き上げました。それでなんで引き上げたかっていうと、次のこの打ち上げた時に並行して次のあのロケットが開発されてたんですね。なのでこの原因を究明しないと、またロケットエンジンのロケットの打ち上げに支障をきたすので、引き上げてきて原因を究明して、それで現在は皆さんもご存知のように、あのエンジンをね、起因とするあの失敗とかはない、無事に今まで種子島宇宙センターから打ち上がっている状況です。じゃあこちらどうぞ。じゃあ奥の方どうぞ。はい、こちらの正面なんだか分かります？ボイジャーと言います、ね、アメリカの探査機のボイジャーです。1977年に航海を始めて、まだ未だに航海してるんですね。だから40年以上も旅を続けてるっていう探査機です。
で木星と土星の探査終わって今も公開を続けてるんですけど、もう少しで通信切れてしまうってそんな予定になってます。で、ね、このボイジャーね、木星土星の探査目的終わってもう一つ目的があって、実はゴールデンレコードっていうのを載せてるんですけれども、そのゴールデンレコードには実は人間の声とか文章とか絵とか写真とかいろんなものを積んでこのボイジャーが旅して、でそれの理由っていうのは皆さんのようなね地球外生命体がそれを見つけた時に通信をください、そんな目的で載せてるんですけど、皆さんこのあれ探査機にどこかで合わなかったで、もしお帰りになった際にこのボイジャー見つけたら通信を送ってください、はい、そんなようなねあの探査機で、奥の方どうぞ。はい、はい、じゃあこちらですね、H2 ロケットの第2弾エンジンです。角田 JAXA 宇宙センターではロケットエンジンの試験場があります。その関係でこちらにエンジンの実物を展示してます。これね本当に実物なんですよ、ね、近くに行ってよくご覧になってください。でさっきも言ったように角田宇宙センターの方ではロケットエンジンの試験場があるんで、そういった説明ねこちらのモニターの方でゆっくり説明をご覧になることができるんで、それは時間をかけてこの席に座ってゆっくりご覧になって覚えていってください。はい、じゃあね、よくご覧になってください。近くに行ってね、ご覧になってください。はい、こちらが H2 ロケットの第2弾エンジンの実物です。頭気をつけてください。大丈夫ですか？頭気をつけてください、ね、頭上注意ですね。はい、ここ道の駅角田はですね、こういった角田のまず地元のお菓子屋さんのものを入るとすぐに置いてあります。非常に美味しいお菓子です。で、角田市のものはもちろんなんですけれども、この泉南隣接する自治体のですね、いいものセレクトショップということで、角田はもちろん、白石、丸森、山本渡り、その辺のですね美味しいものが、揃っております。こんな感じですね。まあ、当然ですね、これお土産品だけでなくて裏線、果実の方も果物の方もいろいろ角田の生産者のものはもちろん、周辺のところからも美味しいものが入っております。で、なんといっても角田というお米、今新米出てます。とても美味しいです。今年は出来がいいそうなんですけどね。で、そして、梅干しです。角田の梅干しはですね、かなり、関東方面にも名が轟いております。まあ、いろんな生産者もですね、いろんな食べ比べするのも面白いですよ。続いてですね、これもですね、オープン以来、ずっと好調なオリジナル商品ということで、角田のどら焼きということで近くに作ったどら焼きなんですけれども、ノーマル版はですね、あんこの中にもう一つですね、お餅、お米で作った、お餅が入っております。で、生地も米、角田のお米で作った米粉で作った生地で、作っております。で、今期間限定でですね、ずんだ、秘伝豆、角田の秘伝豆で作ったあんが入っており、秘伝豆バージョンも出ています。これはですね、ぜひ一度食べていただきたい商品となっています。
皆さんこんにちは。ようこそいらっしゃいましたが、一体一さんどちらからいらっしゃったんでしょうね。ちょっと見たことない感じです。上ですか？上から、もう多分上から来たのは初めてお会いしたと思いますけども、今日皆さんに来ていただいたのは角田市にある、高蔵寺というお寺の、ここは、阿弥陀堂という全部木でできたお堂になります。屋根はすべて茅という植物を吹いて、できているんですけども、建物自体は全部木造木でできている、建物になりますね。で、大体今から日本の計算でいうと840年っていう昔に建てたと言われています。で、これ建てたのは当時ここは昔、ずっと藤原氏という方々が治めてたんですけど、その方の奥様が中心になってこの阿弥陀堂という建物を建てたんじゃないかと伝わっています。で、中には阿弥陀堂というのは阿弥陀如来という大きな仏像があるんですけども、そちらを安置してあるので、これから皆さんにそれを見ていただきたいと思います。で、ちょっとご案内しますね。ちょっと上がっていただいて、はい、ちょっとね、中の方に黒い仏像が置いてますけれども、これが、阿弥陀如来という、仏像になります。おそらくこの、阿弥陀堂と一緒に、840年ぐらい昔に建てたんじゃないかと言われてるんですけれども、これは日本に仏教という教えがあって、その仏教ですごく偉い仏様というんですけども、その仏様のお一人で極楽浄土にいらっしゃる方ということになっています。で、これはやはり全部色は黒くなっているんですけど、全部木でできてまして、だいたい大きさが高さを測ると 2.7 メートルぐらいになると言われています。で、これは座ってる状態で掘ってるんですけれども、実際立つとだいたい 4.7 メートルぐらい、すごく大きな高さになる仏様と言われてまして、だいたい840年ぐらい前に一緒に作ったんじゃないかと言われています。で、現在はこの建物とこの仏像それぞれ日本の重要文化財ということで、日本の大事な宝の一つということでそれぞれ指定されています。なかなか宇宙にもですね、こういう建物とか仏様ってそんなにないかもしれないですけど、ぜひゆっくりご覧になってください。以上です。こんにちは。こちらが旧佐藤家住宅になります。ではぜひ中へどうぞ。こちらはですね、江戸中期の一般的な農家の生活様式を残した建物になっております。中にはいろりとですね、あとこちらの柱になるんですが、ここが特徴で、柱と梁が、鳥居のような形になっているのが、特徴的な、建物となっています。はい、こちらの建物はですね、1971年に、以前の持ち主だった、佐藤様から、市の方へ、ご寄贈を受けまして、同年にですね、移築と、あと1972年に、指定文化財の、指定となっております。
で一般的な作りでこちらが土間になっておりまして、ここから上に上がるようになっています。どうぞ上に上がってください。はい、どうぞこちらでおかけになってください。お客さんが座る、はい、一般的にはこちらがですね、家のご主人が、座る位置になっておりまして、そちらがお客さんが座る位置になっております。はい、で当時ですと、お嫁さんですね、奥さんに当たる方は、基本的にはこちらで上がらずにこっちで、はい、ような形になっております。ようこそ角田市郷土資料館へ。どうぞこちらにご案内します。この建物はですね、氏家常吉さんという大地主の方の家をそのまま資料館にしているんですけれども、角田は宇宙の町でもあるんですが、歴史の町でもあるんですね。ここの氏家常吉さんのお家は明治10年代ぐらいに建てられたって言われてるんですけど、角田のお城を壊した材料で建てたって言われてるんですよ。今ここにいらっしゃるところですね。でここにある写真が当時このお家で暮らしてた方たちのお写真と、地主さんとして使っていた道具なんかをですね、こんな風に展示してます。じゃあちょっとこちらの大きいお部屋の方に来てください。はい、どうぞ。さあちょっと天井を見てみてください。天井高いですよね。なんとこれね、お城の天井の高さじゃないかって言われてるんですよ。でここではですね、たくさん土地を持っていた地主さんなんですけれども、なんと田んぼにして1400反、田んぼ1400枚も持っていたっていうぐらいの大金持ちなんですけれど、こんな風にですね、どんなお道具使って暮らしてたかっていうのもお部屋お部屋に展示してたりするんですね。さあじゃあもう一つ、こちら30畳以上あるお部屋の続きです。どうぞ見てみてください。はい、なんと突然ですね、こちらにちょっと見慣れない方がいらっしゃるんですけれども、ここはですね、伊達政宗の仙台藩の中の一つの領地なんですけれど、政宗公のおじさんの石川昭光公という方がずっと江戸時代任されてた城下町なんですね。で政宗公にはお子さん14人もいるんですけれど、娘さんが少ないんです。そのうちのですね、次女のムー姫という方が角田の石川家にお嫁に来られて、去年ちょうど400年だったんです。それでですね、12歳でお嫁に来たんですよ。で12歳でお嫁に来た時のお姿を皆さんに見ていただこうということで再現したのは、こちらのお越しいただいたムー姫なんですね。可愛らしいでしょ、ね、12歳ですよ。相手の、ね、旦那さんになられた方は石川家の若殿様で宗隆公という方だったんですけど、13歳です。13歳と12歳で角田のお城のご当主になったわけですよね。で石川家はですね、仙台藩の中で一番格の上の家柄、御一門っていうんですけれども、11軒選ばれたトップの家柄の中のさらに頂点にいたのがこの角田の石川家なんですよ。でそこにお嫁に来たのがムー姫ということになります。たくさんお手紙が残っていて、資料館の方ではですね、今そのお手紙を読み解いて皆さんにいろんなエピソードとか、400年前のある日の一日の出来事とかですね、面白いのをいろいろ本にしたりしてお知らせしてるんですね。はい、どうぞ皆さんお顔の方も見てみてください。すごく400年前のお姫様ですから、はい、はい、タイムスリップしたような、どうですか可愛らしいですよね。一番長生きして本当に健康で明るくて気立てが良くて皆さんに好かれてですね、可愛がられたお姫様だっていうふうに言われてますので、はい、ぜひ角田に来た時は資料館の方にたくさんそういう
仙台藩の資料とかお父さんの伊達政宗から武姫に宛てたお手紙なんかもたくさん残ってますのでぜひいらしてください。はい、はい、では角田市真剣ファクトリーでは、ビールを5種類今作ってます。皆さん飲み慣れてる感じのピルスナーとフルーティーな感じのバイチェ、あと伝統的なイギリスが発祥のペールエール、角田さんのササニシキを使ったササニシキ IPA、 あと黒ビールのスタウトを今常時5種類作っています。でこちらの方が、発酵熟成タンクになってまして、こちらの方でビール酵母が発酵熟成をするタンクになってます。ではその発酵タンクの中に入れる麦汁を作るのがあちらの仕込み窯になりますので、どうぞ。はい、では、麦汁はですね、一番最初はこちらの右の窯、マッシュという窯ですけど、このマッシュで、麦のお粥を一番最初に作ります。でこちらの方で、麦の糖分を取って、最終的にその麦の糖分をビール酵母が食べてアルコールと炭酸ガスを出します。でこちらで麦のお粥を作ったら、こっちの方に移して、こちらの透明なグラスを使ってこちらの方で、ろ過をします。コーヒーのドリップをイメージしてもらって、フィルターがあってこちらにコーヒーの豆があって、上からお湯入れると下からコーヒーが出ますね。それの麦バージョンって思ってもらえば大丈夫です。で麦汁がきれいになったら、またこっちの釜に移しまして、こちらの方で90分間100度で沸騰させます。でその時に一緒にホップを入れて、それで、出汁の抽出と同じですね、それでホップの苦味とホップの香りを麦汁につけます。そしたら今度はこっちのタンクに移しまして、こちらのタンクが横から麦汁が出るような形になってまして、勢いよく麦汁を出して、遠心分離を働かせて真ん中にホップを集めて、きれいな麦汁だけにするような形します。そしたらこの冷却器で、冷やして、先ほど見てもらった銀色のタンクに入れて発酵熟成させた後に皆さんのお手元に届くというような形になります。